つべをご覧の皆様、おはこんばんじは。今日は東京都世田谷区に来ています。今回ご紹介する舞台は海上自衛隊の施設の中でも珍しい閑静な住宅街の中にある東京音楽隊です。音楽隊とは海上自衛隊の音楽院の隊員で編成される部隊です。防衛大臣直轄部隊であるここ東京音楽隊のほか、海上自衛隊の5つの地方隊、大湊、横須賀、舞鶴、呉、佐世保にもそれぞれ音楽隊があります。音楽隊の任務は隊員の指揮高揚のための演奏、儀式式典のための演奏、広報のための演奏と幅広く、ここ東京音楽隊は全国各地で演奏活動を行っているほか、海外での演奏経験も豊富なプロフェッショナルな舞台なのです。今日は東京音楽隊ということで助っ人を呼んでます。こちら、皆さんおはこんばんちは。海幕広報室、荒木二層です。今日は広報室で音楽隊に一番詳しい荒木二層と東京音楽隊に潜入してみます。よろしくお願いします。行きましょう。行きましょう。東京音楽隊の中には総楽堂と呼ばれる合奏訓練を行う場所のほか、録音室、楽譜室、個人用の練習スペースなど、朝から晩まで練習に専念することができます。1964年、日本で初めて開催された東京オリンピックの開会式で、自衛隊の音楽隊がファンファーレを演奏しているのですが、なんと東京音楽隊にはその当時使用されたトランペットなどを含め、さまざまな楽器や楽譜が保管されています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京音楽隊の伊達山兄と言います。これパネルもかっこいいですか。ありがとうございます。これは演奏服と言います。めっちゃかっこいい。これ着てみたいんですけど。あ、着れますよ。あ、着れるんですか。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。お似合いですね。あ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。一緒についてきてください。分かんないじゃないですか。すいません、僕もテンション上がって着替えちゃいましたけどもうまた着替えますから、はい、仕事しましょう。分かりました。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。もうすごいですねこれ準備大変だったでしょ。大変でしたではご案内いたします。お願いします。はい、石飛二層と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら楽器なんていう楽器ですか。これは、サクソフォンという楽器。サクソフォン、はい、サックスと違うんですよね。サクソ同じです。あ、同じですか。はい、ちょっとなんか音出してもらって、海上自衛隊の音楽隊といえば、歌姫の三宅ゆかり二層や中川真理子三層が有名ですが、
各楽器を演奏する隊員も一人一人が個性豊かな隊員が勢ぞろいしています。今回缶詰で注目したのは藤田さんそうです。よろしくお願いします。楽器はチューバーで。チューバーで、はい、この東京音楽隊には何年目ですか。まあ、私は今年5月に来たばっかりなのでまだ日は浅いんですけど。あ、そうなんですね。あ、なるほど。ちなみに何か特技をお持ちという。作曲や編曲もちょっと手掛けたり、はい、あと歌を歌ったりもしています。あ、そうなんですか。La donna è mobile, col più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. 今これ何人ぐらいいらっしゃってるんですか。今のパッと40人ぐらい。40人。はい、40人。じゃあ、はい、すごいですね、はい、この人数の軍艦ってもう最高ですね。よかったら候補室の方も体験してみませんか。いいんですか。はい、本日のシンバルの指導官は中島三蔵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと初めてなんですけど優しく教えてください。さあ、歌も苦手で楽譜も読めず音楽の知識も経験もない広報室員がいよいよシンバルでの合奏に挑みます。音楽隊員の指導の結果、果たして無事に演奏できるのでしょうか。お会いできる日が来ることを楽しみにしております。チャンネル登録